日韓貿易紛争は日本が2019年7月に安全保障上の理由を挙げて大韓民国向けの半導体素材の輸出管理を強化、韓国がそれに欧州を加えることで起きた貿易に関する二国間の対立問題である。日韓輸出管理問題、大韓輸出管理問題、大韓輸出規制、日韓経済戦争、日韓貿易戦争、日韓貿易,韓貿易摩擦。 日韓貿易対立、日本による輸出管理などの故障がある。日本のキャッチオール規制において2019年8月2日に、優遇措置の対象国であるホワイト国から韓国を除外することを決定8月28日から施行し、それに対抗して韓国政府も同年8月12日に、 安全保障上の輸出管理で優遇措置の対象国から日本を除外する制度、改正案を発表し、9月18日に施行した。2019年の極東アジアにおいて、日本は GDP 世界3位の経済大国である。両国は2010年代後半以前にも、特に戦前において、日本が朝鮮半島を統治していた歴史問題をめぐって、 対立を繰り返してきた。特に2018年後半以降、日本の安倍晋三政権と韓国文在寅政権との間で歴史認識、防衛問題をめぐる対立が激化していた。慰安婦問題日韓合意に基づく慰安婦財団の韓国による解散、韓国海軍艦艇による自衛隊機への可規管制レーダー照射。 文気省韓国国会議場による天皇昭人への謝罪要求などがあり、すでに対立は深刻化していた。徴用工訴訟問題で王奉院が日本企業に賠償を命ずる判決を下したことに対し、日本は日韓請求権協定を一方的に保護にされたとし、日韓関係の法的基盤を根本から覆すものと強く反発した。日本は 日韓請求権協定に基づく仲裁委員会の設置を求めたが、韓国はこれを無視した。フッ化ナトリウムやバルブといった戦略物質をイラーに横流しするなど、韓国の輸出管理体制に疑問符がつく実態が伺える資料が FNN によって公開された。韓国から兵器に転用できる戦略物資が密輸出された案件が4年間で156件に上ることが、 明らかになった。FNN が入手した韓国政府作成のリストによると2015年から2019年3月にかけ戦略物資が韓国から流出した密輸出案件は156件に上ることが分かった。北朝鮮の金正押し暗殺の際に使用された新経済 VX の原料がマレーシアなどに密輸出されたほか 今回の日本の輸出優遇撤廃措置に含まれる、復活水素も UAE などに密輸出されていた。国連アンポリ北朝鮮制裁委員会のパネル委員だった古川勝久氏は大量破壊兵器関連の規制品をめぐる輸出規制違反事件がこれほど摘発されていたのに、韓国政府がこれまで公表していなかったことに驚いている。この情報を見る限り、 韓国をホワイト国として扱うのは難しいのではないかとコメントしている。半導体製品を主力とする2010年代の韓国の製造業において日本から輸入した素材、部品を韓国が完成品に組み立てて世界に輸出するという日韓の分業体制が確立していた。 故に2018年の韓国の対日貿易赤字は240億ドルと国別では最大であり2019年1から6月の対日赤字のうち電子部品が20億ドルを超えていた2019年7月1日に日本の経済産業省は韓国向けに輸出される軍事転用可能な一部の半胴体関連物品について 企業ごとに一定期間包括的に許可する方式から契約ごとに個別審査する方式へ切り替えると発表した。品目は半導体の基板に塗る観光材のレジスト、半導体の洗浄に使うフッ化水素ディスプレイパネルの素材となるフッ素化ポリイミドの3品目が指定された。通常ならば個別輸出許可の手続きには90日程度かかり、これは 半導体製品の輸出が経済を支える韓国にとって日本からの円滑な資材調達が困難になることを意味した。特に上記3品目は日本企業のシェアが大きく韓国企業に少なくない影響が見込まれた。日本政府はこの措置についてあくまで日本国内における制度運用の問題であり韓国と協議する理由はないとの立場を示した。また、 施工計算省は、この措置は、対抗措置ではないとしつつ、韓国との信頼関係が損なわれ、輸出管理に取り組むことが困難になったと一定の因果関係は認めた。そして8月8日に、規制後初めて3品目の一部について、審査により軍事転用の恐れなしとして、輸出許可を出し、正当な取引については、恣意的な運用をせず許可を出していると説明した。 韓国にとって7月1日の日本の発表は、文大統領も出席した G20 大阪サミットの直後だったため、寝、ね、耳に水に近いものだった。韓国は日本の措置を徴用工問題への報復として、日本から仕掛けてきた経済戦争と捉え、日本に協議と撤回を求めた。7月3日に韓国政府は半導体材料や装置の国産化支援に、 毎年1兆オンの予算を当てる構想を発表した。そして7月24日に世界貿易機関の一般理事会でこの問題を提起し、日本の措置は徴用工問題への報復という外交的な下心によるもので WTO の存在意義を損ね世界経済に混乱をもたらすと訴え、9月11日付で正式に WTO へ日本を提訴した。 ARF やセップの会合においても日本の措置を非難した。2019年8月2日に日本政府は輸出管理上のキャッチオール規制における優遇措置、いわゆるホワイト国から韓国を除外する旨を閣議決定し、政令改正を経て28日より施行するとした。これにより韓国向けの輸出管理は包括許可から個別許可へ戻されることになり、 対象品目になった場合は、審査に最長で2から3ヶ月かかることになった。日本側の主張としては、ホワイト国からの除外はあくまで手続きの見直しであって、輸出規制ではなく、安全保障上の検知から、日本国内での制度運用を見直すものに、過ぎないというものである。また、日本から求めた、輸出管理に関する協議を、韓国は3年にわたって拒んでいた。 8月2日、菅官房長官は、今回の措置は、経済報復ではないと主張し、外務省幹部も、通常の手続きに戻すだけなのに、金融のように騒いでいると主張した。韓国では、8月2日午前の日本の発表を受け、午後には、文大統領が閣議を主催し、テレビの生中継で、極めて無謀な決定、状況を悪化させた責任は、日本政府にある。 今後起きる事態の責任も全面的に日本政府にあることを警告する日本の不当な経済報復措置に対する相応の措置を断固として取っていくと日本を強く非難した。同日、コークスの木元つねずみ副首相兼企画財政部長官は日本を韓国版ホワイト国から外すと発表し WTO へ日本を提訴する準備を進めると明かした。 8月5日に韓国政府は半導体、ディスプレイ、自動車、電気、電子、機械、金属、基礎科学の6大分野から100品目を戦略品目に指定し、それら主要な部品、素材の国産化に向けて7年間で7兆8000億ウォンを当てると発表し、特に日本が輸出管理を厳格化した半導体素材3品目を含む 重要20品目については1年以内に供給を安定化させ、脱日本依存を図るとした。9月18日には、韓国側も国際的な輸出管理体制の基本原則に反して制度を運用する国とは協調が難しいとして、輸出手続きを簡略化できる優遇国のリストから日本を正式に外し、対日輸出は原則として包括許可から、 個別許可へ切り替えられた。2016年より、日韓初の防衛協力協定である軍事、情報包括保護協定、グソマイヤを締結し、日韓は防衛当局間での情報共有を図ってきたが、自動更新を迎える8月24日以前に、韓国が日本への対抗措置として、破棄を通告した場合は、北朝鮮の核、ミサイルへの対応にあたり、米国も含め、 足並みの乱れが生じると危惧された。韓国のジョ・カオル国家情報委員長は8月1日に、グソマイヤは内容上の実益も重要であり、象徴的意味も重要だと覇気に否定的な考えを示し、ロヒデトシ大統領府秘書室長も8月6日に、アメリカの意向も踏まえると覇気には慎重にならざるを得ないとの立場を示した。 韓国大統領府は2019年8月22日国家安全保障会議の常任委員会を開き日韓で防衛秘密を共有する日韓軍事情報包括保護協定の破棄を決めた輸出管理を厳しくした日本への反発から韓国政府内では破棄論が強まっていた破棄決定により同年11月23日午前0時に効力を失う予定となっていた グソマイア破棄に対し、河野外相は中日大使に抗議した。また、アメリカのマイク・ポンペオ国務長官は、我々は韓国の決定に失望していると述べた。これに対して、韓国のリラクフチ首相は8月26日、グソマイア破棄決定について、日本が根拠も示さず、韓国を安全保障上信頼できない国であるかのようにレッテルを貼り、 輸出優遇国のリストから韓国を外したためだと説明。日本の不当な措置が元に戻れば我が政府もグソマイヤを再検討することが望ましいと述べた。2019年11月22日に韓国は日韓グソマイヤの終了通告の効力を停止するとしたためグソマイヤの執行は当面はなくなった。2019年8月の貿易統計上。 韓国への復化水素の輸出量がゼロとなり、9月から11月にかけて1トン未満と極めて低い水準が続いた。フォトレジストの輸出額も8月から9月にかけて激減したが、12月以降は復調している。復化水素の専業メーカーであり、森高学は対韓輸出の管理強化により2019年の純利益が9割減少した。 ステラケミファと昭和電工日本からの輸出規制が強化された高純度復化水素やレジストについて韓国企業は政府とともに国産化を進めた。サムスン電子が2019年9月までに中国から輸入し、韓国で加工した復化水素を一部のラインに試験的に投入し始めるなど韓国企業は日本産。 復活水素への依存度を低減するための試みを行っている。2020年1月には、米国の科学メーカーリューポンが韓国にレジスト生産施設を設けるための投資計画を発表した2020年6月、SK マテリアルズは半導体向け復活水素の量産を開始した。管理強化により、日下化学、代金、昭和電工など韓国での半導体向け材料の 現地生産を増やす日本企業が増えた。日本が韓国では日本製品不買運動が広がった。2019年9月、10月の韓国への輸出額はそれぞれ前年同月比で15.9%、23.1%減少した。2019年8月以降日本から韓国へのビールや製酒の輸出が落ち込み、10月にはビールの輸出額がゼロとなった。 不買運動が一因となり、ユニクロなどを展開するファーストリテイリングの2019年9から11月期の決算において海外ユニクロ事業の営業利益が前年同期比28%減の378億円と低迷した。無印良品を展開する良品計画の2019年3から11月期の 売上高は増加したものの営業利益では14.5%減益となった。自動車においても、トヨタ自動車で2020年1月の韓国での販売台数が前年同月比59.9%減となるなど大きな影響が出ている。この結果、ファーストリテイリングの一部門である GU や日産自動車が 韓国市場からの撤退を2020年7月までに決定した。その一方で代わりとなる製品やブランドがないなどの理由からダイソーを展開するダイソー産業や任天堂アシックス、ソニーのように不買運動の影響を受けなかった日本企業も存在する。また、前述の良品計画をはじめ日本企業というイメージが低いことから ABC マートやデサントなども不買運動開始直後は影響があったが2020年7月現在は安定していて業績も好調だと報じられている企業もある。そのため口だけで実践する不買運動、選択的不買運動、ビュッフェ式反日などと指摘する韓国国内の声もある。韓国から日本への旅行のキャンセルが相次ぎ、津島や鳥取など 韓国人観光客を多数受け入れてきた地域では影響が出た。2019年の訪日観光客は前年より2.2%増加したものの、韓国からの観光客に限ってみれば、約177万人減の558万4597人に落ち込んだ。また、ソウル連合ニュースによると、約70%が日本旅行をキャンセル。 または行き先を変更していたという。韓国側韓国による石炭梅の輸入検査措置の強化に対して、韓国国内のセメント業界、建設業界を中心に反対意見が上がった。2019年8月の韓国のアジア経済史において、韓国セメント業界での日本産石炭梅への依存度が40%であるため、1週間分の在庫を使い切った後、 生産中断の状態に陥る可能性が高いと見られるとする見方が伝えられた。韓国から日本への旅行のキャンセルにより、航空業界では格安航空会社を中心に、日韓路線減便、運休が相次ぎ、特に日本路線の比重が高い LCC は大きな打撃を受けることとなった。韓国の航空各社は日本路線運休分を 中国方面に振り返っていたが、2020年1月頃から感染が拡大し始めた新型コロナウイルスの影響で LCC やアシアナ航空の経営が著しく悪化するなど、さらなる打撃を受けている。2020年7月には経営危機に陥っていた LCC イースター航空の同業他社による買収計画が撤回され、生産手続きに入る可能性が高く、 職員1600人余りが大量失職の事態になっている。日本での事前のパブリックコメントでは9割が韓国のホワイト国除外を支持し、除外発表直後に産経新聞 FNN が共同で行った世論調査では除外、支持が67.6%に上り、不支持の19.4%を大きく上回った。 読売新聞が7月22日から23日に行った世論調査では、対感輸出管理厳格会の支持は71%、不支持が17%と、日本政府の対応を多数の日本国民が支持したとの結果が伝えられた。日本の輸出規制に対するメディアの反応は、愚孔として即時撤回を主張する朝日新聞と韓国の不当な行為への意思表示として、 継続を求める産経新聞のように論調が分かれた。韓国木浦市のボイコットジャパンステッカーソウル地下鉄社内のボイコットジャパンステッカー、韓国市民の間には日本製品不買運動が盛り上がりを見せたが、日本製品の韓国向け輸出は全体の数パーセントであり、日本製品不買運動による日本側への影響は限定的と見られている。具体的な例として、 以下のようなものが挙げられる。韓国国内では、安倍政権による経済侵略の見方が強く、また、ソウル市中区の一見から、日本自体と安倍政権は区別すべきだと意見もあり、日本の良心的市民と連携するために、ノージャパンではなく、ノーアベというプラカードを掲げるデモが行われた。2019年7月27日からは、ソウル市中心部の広場で、 呂塞デモが行われ、初日には5000人が集まった。これは、新北朝鮮系とされる学生団体、韓国大学生進歩連合が主催し、民主労部座や全教祖など、かつて僕国内政権弾劾を主導した596団体が加わった。一方で、このような不買運動に対して、ビールやファッションなど、簡単に不買、 排除できるもののみをターゲットにして、カメラなど代替品がないものは、日本製を使い続けている矛盾を指摘し、自己満足を得るための行為以外の何者でもないと、批判する者も,もいる。ありがとうございます。